最古の写本、松浦宮物語は、鎌倉時代初期に成立した物語、小説。成立時期は、無名像子が、無家にこの頃出でくるものとして、鎌倉時代の物語を表して、本作品に及ぶことなどから、12世紀後半であろう。無名像子には、また、低家少々の作りたるとあまたハベルメルは、ましてただ景色ばかりにて、無家に誠なき者どもにハベルなるべし。 松浦の宮とかやこそ、ひとえに、万葉集の風情にて、うつほなど見る心地して、愚かなる心も及ばぬ様にはべるむれ、という記述がある。新編日本古典文学全集40解説では、藤原定家の和歌との類似性、感覚的教養等の点からも作者が定家である、可能性が高いと指摘されている。藤原の宮の時、肖像くらい大納言兼中英大賞。 立花冬民とアスカ王女との間に生まれた、市中は、要望才覚ともに優れ、16歳で、四季部昭遊右昭弁、中塚佐少将を兼任、十五以上にあった。彼は、勉強人筋、色めいた噂もなかったが、心中ひそかに幼馴染である奇細原の姫君、神奈美王女を恋し立っていた。ある年の菊の縁の夜、彼女に思いを告白するが拒絶され、 手を取ることしかできない。しかし再会を願ううちにミコは受代彼は検討福祉に任命され、徒党することになった。出国の時、彼女は彼に別れの歌を送り、母のアスカ王女は松浦の山に宮を作り、息子の帰国まで塔の空を眺め暮らすことになった。塔に着いた、彼は塔の帝の長愛を得たが、ホームシックは癒されなかった。ある名月の夜、 秋草の中をさまようう,うちに、八十歳ほどの老人の奏でることの名演奏が、功労に響くのが聞こえた。彼は老人にことを教わり、帝の妹である、歌謡公主が、小山でことを演奏するので、それを習えと言われた。山で公主から、ことの秘曲を授かった、支柱だが、二十歳ばかりの歌謡公主の美しさに、心は乱れる。二人の恋は、 彼女の破滅を意味するが、10月3日、近中での再会を約束して別れた。折しも、帝は病画し、弁を呼び、私の死後国は乱れる、お前は大使に従ってくれ、という遺言を残す。さて約束の日、彼は御放浪の下でにおやかな彼女とちぎりを結んだ。彼女の形見は、水晶の玉。 日本に帰っても私を忘れないなら、初瀬寺に玉を持って37日の方を行え、再会できると予言し、ことを天外に飛び去らせ、自分も炉のように死んだ。やがて帝も死に、予言は的中、国は乱れ、弟の MO が大使の養弱をいいことに無本した。彼は今は亡き帝との約束通り、神帝である、大使。 母校を守り逃げ、食山に向かった。しかし道は遠く、炎王に攻め寄せられた。しかし、母校の戦略に従い、神の助けを得て九人の分身と共に、敵の将である、う分海を打ち取ることに成功。折よく剣徳の率いる、援軍三千と合流、とに炎王を破ることができた。最色剣尾の母妃が前世を敷き、世は平和を取り戻したが、帰国とともに、 母木への恋心が湧き上がる。ある春の夜、梅の香り漂う里で章を吹く不思議な女性と出会い、夢のような王瀬を重ねる。身元不明、神室鬼没の彼女は母校に似ていた。帰国の日も近づいたある夜、母校は、あの女性の正体は自分であり、ウブンカイはアシュラ、私は第二天の天衆、あなたは天道、二人はアシュラ町会のため天から下された。 人生に生まれたばかりに、恋心が起こったと秘密を明かし、片身に鏡を渡した。市中は日本に帰国、母との再会を果たし、三義右大弁中英中将になった。初瀬に赴き、三十七日の法を行うと、果たして山に、ことの音が聞こえ、かよう講師と再会した。二人は結婚し、講師は妊娠。ことを合わせていると、神奈な病女も妬むほどであった。 初世で母木先から送られた鏡を見ると、遥かな東国と彼女の姿が映り、香りが支中に染みつく。気づいた、かよう公主は嫉妬し涙を流す。母校と公主、二人の女性の間で思い乱れる支中なのだった。もしこれが定価の新作であるならば、彼の二十代後半の若書きであり、三冠のその構成は緊密でなく、前後の連携も良いとは言えない。 すなわち、前半で少々の両親の心情を細やかに描きながら、後半では忘れられ、主人公以外の施設の描写も足りない。また、当国内の戦乱描写も異常なまでに詳細である。一説には、原尊本は、公人の過失もあるという。また、うつほ物語や、浜松中納言物語とのに2世も指摘されている。九人の分身の出現など、 天挙不明のモチーフもあり興味深い。主人公の恋する三人の女性、カンナビ王女、歌謡公主、母校、特に歌謡公主のモデルについては、印象的な方向、琴の音、贈答家などから、低下と信仰のあった色紙内親王であるという説がある。ありがとうございます。